いいんじゃないですか、あの林さんからちょっと借りとくよ。いや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 。フランチャイズチャンネルが応援しているフランチャイズ加盟説明会はこちら。詳しくは概要欄から。竹村さん、トラやってみてどうだった？ということで、はい、フランチャイズチャンネルなのに私が MC をやってます。よろしくお願いします。なんか変な感じですけどね、はいはい、ずっと長い間令和の虎タイガーファンディングをあの視聴者として見ていただいたと思いますけれども、はい、あの初めてですね、あの席に竹村さん座った感想をまず聞きたいですよ。難しいですね、結構ね、はい、あのまあ、もちろんお金を出すっていうことじゃない、はい、けれども、うん、やっぱり僕はですね、可能性の方を見ちゃうんですよね、はいはい、まあ、裏と表があったら、うん、いけなさそうだけどこれいけるんじゃないって思っちゃうタイプなんですよね、はいはい、だからね、結構みんな手伝いたくなりますよね。ですよね。僕あのそれが一番心配で、うん、林さんもああいう人じゃないですか。そうなんですよね。なんで、うん、結局来ても来ても全部受けてたら、うん、簡単に言えば1ヶ月に4人来ますから、うん、1年で50人近く来るわけですよ。 そうですよね。それをどうエイバーが抱えてお手伝いしていくのかっていうのが最初からめちゃくちゃ心配だったんですけど。そうですね、言われてましたよね、はい、だからただやっぱり皆さん可能性があるし、はい、その可能性っていうのを引き出して、はい、それはあの成功させていくって我々の仕事ですから、はい、なんとかしてあげたいなというか、うんうん、まあ、ちょっとあげたいなというか、はい、下手したら大きくなるなっていうのはもうみんな思うんですよね。本当ですよね。でも可能性がなんかそこら辺に転がってるわけだから、うん、手伝ってあげたいっていう気持ちはすごいわかるんです、自分で司会やってても、うん、だからもちろん、はい、あの穴をね、はい、指摘することはできるんですけど、うん、はい、でもまあ逆に言うとその穴があるからこそ見えるからこそ、うん、そこをひっくり返せばチャンスですからね。となるといつも の, あのタイガーファンディングの林さんの気持ちが少しは分かる感じですか。そうですね、分かります ね, ですね。ちょっと話変わりますけど、はい、竹村さんと林さんマストで出てもらってるじゃないですか、はい、で真ん中の2人、はいはい、いわゆる2枠と3枠が変わります。もう延べで8人出てもらったんですけど、はい、順番にいきましょうね。ふわたさん、はい、から寺林さん、はい、遠藤さん、はい、そしてジョーさんというのが、はい、8月の収録に来ました、はいはい、まずこの4人それぞれどうでしたか。ふわたさんのあのなんつうかな、上機嫌ぶりっていうかさ、はい、まああれはあの雰囲気を変えますよね。陽キャですもんね、うん、あれはあのこっち側の座ってる4人の雰囲気を変えると思いますね、はい、だから桑田さんいるいないは結構重要かもしれないですね。遠藤さんとか、寺林さんというのは竹田塾のフランチャイジー の,、うん、あの社長さんたちなんですけども、お二人とも令和の虎にも出て、はい、経験も お持ちなんで結構慣れてらっしゃいましたけど、うん、どうですか。遠藤さんはまあね、本当になんか考えてんのかなっていうふうに見ちゃうよね。喋らない、うん、しゃ、うん、ジョーさんと遠藤さんは、はい、口数が少ないじゃないですか。いや本当にジョー社長も口数少ないですよね、うん、なんかこう司会席からいつも振らないと喋らないみたいな。だからジョーさんがこうやってる時にこれ考えてんのか何なのかなっていうのを思いますね、はいはいうん、さあ、9月の収録では今度新しくですね、曲がりでバナナの前田社長、はいはい、初登場で、あとは令和の虎に出てる北川社長とか、はい、前田さんどうですか。前田さんはやっぱり真面目だよね、やっぱり、うんうんうん、こうものすごく考えて今ここは何を質問すべきかということをついてましたね、はいはい、ものすごくこう理論的でしたね、はいはい、あの頭の良さがにじみ出てるんだけど、あ意外ときついこの人と思いながら僕、いやきついですよ。きついですね、うんはい、林さんも含めてみんなの中で一番きついんじゃないですか。ああ見えて、なるほどね、うんはい、あとはですね、僕あのすごいいいなと原山さん、原山さんはすごくなんか温和で、うん、でもなんかすごくよくお話をされて、うん、多分初登場でね、ああいうことやるの初めてだと思いますけども、うん、すごい良かったと思いますけど、原山さんはねやっぱりこれ寺林さんにも言えるんですけど、はい、サービス業っていうか、はい、そういう感覚がねすごいあるんですよね。なるほど、まあ、原山さんもともと飲食やってたし、はいはい、まあその辺がやっぱ伝わりますよね、うん、すごい笑顔が良かった原山さんは、まあ、なんかホスピタリティがね、はい、原山さんと寺林さんってむちゃくちゃ感じますよね、はい、そして最後にあのいつものトモハッピーですわ。それはもうそういうこの超えたところにある、はいうん、やっぱりトモハッピーの存在はもう別物、うん、別物ですよね。ねえ、うん、なんかこうやってあのフランチャイズに何がしかで関係してる社長たちが2枠3枠に座っていただいてて、うん、タイガーファンディングが見事に成り立ってるのが面白いなと思いながら僕もやらせていただいてますけども、竹村さんとしてなんか竹村さんなりの虎像ってあるんですか。僕はやっぱり可能性は引き出したいと思うんですよね、はいうんまあ、そっちの方向で、話はしようとは思います。だから資格もあればリスクもあるんだけれども、だけどもしかしたらっていうスタンスではいたいと思いますね、はい、番組的にも、まあ、仮にね手伝えないってことになったとしても、うん、やっぱり
いい経験にはなってほしい、ね、いや本当にそう思いますね、うん、はい、だからね、あれこれ実はあそこに出られた方のうち半分ぐらいが1回ウェブ面談とかをしてる人たちなんですよ、はい、だから今までねやっぱり非常にもったいなかったなとか、うん、無駄だったなというかね、うん、はい、まあ、そこがこういう場を与えていただけたんでね、はい、半年前にウェブ面談してこうでしたこうなりましたみたいなことをつな、まあ、がってそこからまた行けるっていうのは非常に楽しいと思います、はいはい、そうですね、うん、私も面談してて本当に3人に1人ぐらいは実は竹村さんと1回話したことがあるんですよという方がいらっしゃるので、まあ、そう、だから過去何人も話してると思うんでそういう方がもうどんどん出てくれればいいと思います、はい、私はあの竹村さんに一つ希望することがありまして、はい、本家タイガーファンディングで札束ちゃんと積んでそれになっていただきたい投資しませんかみたいな、はい、一切してこないって主義でやってきたんで そこだけ、なんですよね、うんうん、いいんじゃないですか、あの林さんからちょっと借りとって、いやそれじゃあやったすったってやっぱ自分の金じゃないとやっぱり ね、うん、はい、これはいやもうそんな投資する金ぐらいもう竹村さんもザクザク持ってらっしゃると思いますいやいやいや僕はあの粘り強くですね口説き落としていきたいと思います、家にはありますけど僕の金じゃないですからね、なるほど、それよくあるパターンですね、うん、はい、はい、ということですいません、あの調子こきましたが、あの以上で終わらせていただきます、ありがとうございました、はい。